塚本正春は、日本の社会運動家、詩人、シンガーソングライター、大阪市生野区、鶴橋出身。1993年12月大阪精神、障害者連絡会の正式結成大会に参加、精神障害者当事者活動に関わる。特に精神障害者の福祉と人権に関わる課題について、精力的に取り組み、 1997年病院での患者への人権侵害が明らかになった大和川病院事件2001年多くの小学生が犠牲となった付属池田小事件に関わる報道の二次被害問題を社会的に取り組んだ。また付属池田小事件をきっかけに始まった職法精神障害者対策法から新進喪失者等医療観察法について 精神障害者にだけ再犯の恐れは認められないという立場で反対論客の一人である。同法は2003年当時の小泉内閣で国会成立し2005年に施行された。そして2006年、障害者自立支援法の成立に関して、公益負担問題や障害者福祉、財源削減反対の立場から2005年参議院。 大阪地方公聴会において公実人を務めた。現在は大阪市障害定区分認定調査審査委員等を務めながら精神障害者の福祉と人権の確立に取り組んでいる。また、大阪市内育の区、東成区、天王寺区を拠点とし、東成区で生活支援センタースイスイを運営する NPO 法人精神障害者支援の会費との 副理事長を15年務め、現在も理事として地域に根ざした精神障害者支援の活動を継続している。2013年政府、厚生労働省が打ち出した病棟転換型居住施設構想に障害者権利条約違反として反対の立場で活動している。安保法制に反対の立場を取り日本国憲法9条、戦争の放棄25条、 生存権の保障を障害者の立場から具体化する活動を継続している。同時に精神保険の啓発活動に音楽を取り入れ、1995年当事者によるフォークバンドハルシオンを結成。現在は教育現場での精神保険の啓発活動に取り組んでいる。またシンガーソングライターの一面も持ち、オリジナルアルバムの制作やライブ活動も行っている。 NHK 福祉情報番組キラッと生きるのエンディング曲として2007年から2012年3月まで自身の楽曲春夏秋冬からさらしながらマイナスが採用された社会的入院の悲しさを歌ったメッセージソング織りのよう格差社会の難儀を訴えたトロピカルソング生活保護の歌にはコアなファンが存在する2014年6月26日ハルシオンを 再結成した。ソロのオリジナル CD は、生命の輝き、僕らの合言葉は DPI、氷炭酸のふもとにて、歌にして、希望の歌、この街からをリリースしている。2017年7月ベストアルバム、明日を照らすものは、をリリースした。2010年制挙した歌手のシルビアに提供した楽曲である、歌も収録されている。2018年6月、 リリース賞受賞記念アルバム、命の歌たちをリリースした。2012年3月9日朝日放送探偵、ナイトスクープ、夢の中のサッちゃんに出演する。2013年第39回ブ落、ック、解放文学賞記録表現部門で、僕の極中期で入賞した。2014年第40回ブ落、ック、解放文学賞誌部門に、おじいちゃんの密談で入選した。 2015年第41回部落、解放文学賞記録表現部門に、自身の半世紀、ありがとうで入選した。2016年第12回、文芸市長現代市賞に、再犯の恩賞で入選した。2015年5月17日、いわゆる、大阪都構想住民投票については、大阪市から、政令指定都市としての権限、財源を奪い障害者サービスの低下をもたらす。 可能性が強いと反対の立場で活動した。また、北朝鮮の度重なるミサイル発射に大騒ぎするだけ北朝鮮の思いの壺。それより、北朝鮮の民への人道医療支援等を行って対話を引き出す方が有益と言命している。2017年10月22日第48回衆議院議員総選挙では、枝野幸男が代表を務める立憲民主党を支持した。 2018年2月シンガーソングライターや当事者支援相談として20年以上にわたる精神障害への理解促進向けた活動が認められ第14回精神障害者自立支援活動賞を受賞した同年10月第29回伊藤静雄昇華作50編に現代優が入賞した2019年5月第44回帽子音楽祭作詞の部に 春へ向かうで入選した。同年6月、年金2000万円問題では、国民の最終兵器は生活保護の受給であると、減免している。2019年10月第30回、伊藤静雄消化作50編に、折の世が入賞した。2019年8月の入院を機に、主治医、訪問看護師、家族、友人による支援組織、 チーム塚本が作られ、塚本本人の地域生活支援を行っている。2020年新型コロナウイルスの世界的蔓延に関わるマスコミ報道について、コロナ長期戦、頑張ろうはもういらない。コロナとよりよく付き合っていける、そんな報道が欲しいと言明した。二千十五年第十一回部落、解放文学賞、記録表現部門に入選した、ありがとうの最終選者は、 ルポライターの鎌田聡氏、ノンフィクションライターの野村進である。大阪市生く区鶴橋に生まれた自らの生い立ちから、新東京国際空港建設反対闘争への、参加、逮捕、投獄、獄中での精神疾患の発病を赤裸々に描く、一方、亡き両親や知的障害を持つ娘、家族への愛情を綴っている。ありがとうございます。